ヤスクリスです。はい、今回はね、今西アフのねオルオの子が映ってるんですけど、今回はね、西アフのオスとメスでね、どんぐらい体格が違うのかっていうのをね見ていこうと思います。まあ、体格がだいたいどんぐらい違うかっていうよりかはね、もうオスとメスどっちかわかるかなっていう感じですね、見て。はい、まあ、なんでね、今ねこの子のね名前言ったらね、もう分かっちゃうんで、オスかメスか言ってないんですけど、まあ、ちょっとね今回はクイズ形式みたいな感じで、あとどんな感じでねオスとメスが西アフだと違いが出るかっていうのもね、まあ、個人的にね思うところがあるんでね、1個だけそれをね紹介していこうと思います。はい、皆さんねこの子がオスかメスか分かりますかね。まあ、動画見てる人だとね、もう何度も見てるからね、多分分かっちゃうと思うんですよね。はい、まあ、なんでまあね、どんなところがオスっぽいなとかメスっぽいなって自分が思うかっていうのをね紹介していこうと思います。この子のねオスメスの答え合わせは最後にします。早速1匹目の子見ていきましょう。今回4匹です。はい、まずこの子ですね、モルフはズールーの子ですね。はい、この子がねオスかメスか分かりますかねこんな感じでムニムニ動いてるけど、はい、この子はねなんとオスの子ですね。はい、まあねオスの子はね、まあ、見た目まずね違うのがね、このなんて言うんだろう、まあお尻のところですね、もうポコってしてる。この子はね結構ポコってしてるからね分かりやすいと思います、見た目で。まあついてるかついてないかってやつですねそうなんですよ、この子はね、しっかりね、多分ね、横から見たらね、わかると思うんですけど、出っ張りが。あとはね、その、ちょっと上ら辺にね、への字っていうね、まあ、てん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 みたいな感じでね、鱗ができるんで、それがね、すごいわかりやすいですね。まあ、今回はね、体格的な意味なんでね、その外見ですぐわかる違いでね、ぜひ、見極めてほしいなと思います。はい。この子はね、結構最近、成長が早いんでね、どの子よりも今一番うちにいる子で成長期ですね。めちゃくちゃね早い、もうよく食べるしね。はい、危ないねはい、まあこんな感じでねやっていきますね。今回はオスメスどっちかなって、この子はオスの子ですね。はい、そして次の子はね、この子ホワイトアウトなんですけど、この子がね、オスかメスか、どうか分かりますかね。はい。まあ自分的にはね、まあね、一番ね、なんかやっぱね、ルビーから飼育しててね、思うことがあるんですけど、オスの子はね、尻尾がね、太くなんないね。なんか体つきもやっぱり、そんなに、もちもちって感じではないですね。どちらかというとメスの子の方がザ・西アフみたいな体型をします。これがヒントですね。オスの子はね尻尾がね付け根とほぼ同じサイズで下までひょんおーって伸びてて、メスの子は付け根からちょっと太くなってまた細くなっていくみたいな、下につれてっていうね尻尾のね形をしてるんですよね。これがね自分的にはね特徴だと思います、オスとメス。なんでベビーの時とかね飼育してたらね、オスはね尻尾全然太くならないってよく言ってるんですけど、自分も。まあメスの子はね尻尾太くなるのめちゃくちゃ早いですね。まあ大人になってからもオスの子はそんなにね尻尾ね太くないですね。なんでどちらかというと体がすごい大きくて、尻尾は細長いみたいな感じの子が多いのがオスの子で、メスの子はもちもちしてるって感じの印象です。はい、じゃあこの子のね答え合わせなんですけど、この子はメスの子ですね。はい、続いてねノーマルの子なんですけど、この子がオスかメスか、さあどっちでしょうねまあこの子はちょっと自分のね一番最初の西アフをお迎えした子なんでね、動画にもすごい出てるんで、もうねあまたこの子だってなってね、もう知ってる人が多いと思うんですけど、この子はオスメス、なんとメスの子ですね。はい、まあ、ちょっとね最後の1匹をね紹介したらね、尻尾の付け根とかのさっきの話ね写真とかも出すんで分かりやすいと思うんですけど、その方が一旦ね最後まで見ていこうと思います。
まあ、この子はね結構ね分かりやすくねメス体型なんですよね。多分ね、どうだろうね、どういうところを見るって言ったら、自分はもうね結構尻尾を見ちゃうんですよね。あとはメスの子の方がショートマズル気味の子が多い気がします、なんとなくね。そう、まあ、メスの子の方がね体自体がね大きくないからそう見えるのかもしれないですね。はい、こんな感じでノーマルのねマロンちゃんでしたもうねめちゃくちゃ可愛いですよね。この子がね結構ミシアフらしい体型な気がする。これ以上ね餌いっぱいあげてもねまだワキプニはできないかもしれないんですけど、まあそんなにね食べさせなくてもこれでもう十分すぎるほど健康なんで、もうこんぐらいになったらね自分家では週1回とかのご飯ですねね。そう、まあ自分家はねだいたい670g になったらもうね週嘘 40g 超えて 45g とかになったら週1回ぐらいのご飯にしちゃいますね、メスの子は。そう、こんな感じでねさっき言った通り尻尾のね付け根と真ん中ら辺の太さがちょっとね違うのが分かると思います。これがねメスの子の体型です。はい、そして最後ね一番最初にいたオレオの子なんですけど、この子がねオスかメスかどっちかなっていう感じなんですけど、はい、この子はねめちゃくちゃまず体がでかいですね。家にいる子で一番でかい。目もすんごいキュルンとしてますね。ね。そう、この子もね結構ショートマズル気味ですね。さあどっちだっていう感じなんですけど、この子はオスの子ですね。はい、まあ、さっき言った通りね尻尾の付け根との長さ見たらわかると思うんですけど、もうこんな感じで結構ね違いがあると思うんですよね。もうこの子はね尻尾の付け根とさほどね長さ太さが変わんないんですよね。こんな感じの子がオスの子は多いですね。やっぱうちの子でも、うちの子のねオスの子だいたいね尻尾はこういうなんて言うんだろうな、細長いみたいな感じなんですけど、メスの子はねもう 30g 超えたぐらいから尻尾がねちゃんと付け根より太くなるんで、まあ、そういうところがねオスとメスの体格の差だと思います。あとは単純に体調のデカさがオスの方が大きくなりやすいね早く。そんな感じで今回はね西アフのオスメスの体格差見分けられるかなって感じだったんですけど、いかがだったでしょうかって感じですね。はい、もしよかったらねいろんな西アフの動画も出してるんで、ぜひチャンネル登録高評価して他の動画も見てみてください。それじゃあバイバイ。